昨日夜から今朝にかけ南太平洋でマグニチュード7を超える地震が3回発生しました。気象庁は日本への被害の心配はないとしています。3回目の地震は日本時間の午前4時28分ごろ、ニュージーランドの北に1000キロほど離れたケルマディック諸島沖の海域で発生しました。マグニチュード 8.1 と推定されています。ニュージーランド在住の日本人によりますと、今のところ大きな被害は出ていないということです。アメリカの太平洋津波警報センターは、太平洋の島々で津波の恐れがあるとしています。気象庁は日本への影響について、若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はないとしています。